しい世界に祝福を。ファンタスティックデイズ。攻撃を嬉しそうに見ているのでしょうか。鬼がかった勝利ですね。せっかくこっちの世界に来たんだもの、楽しい思い出をたくさん作ってほしいわ。ゼロから始めるわよ。我が名はめぐみ。戦うメイドレムの友人にしてお揃いの衣装を着こなす者。爆裂の魔女とは私のことです。早く冒険に行きましょう。私すごく楽しみなんだから。さあ今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。さあ今日も気合を入れて冒険に出かけましょう。このスバ一人神経衰弱に一人チェス。次は何をしようかしら。我が名はユンユン。アークウィザードにして上級魔法を操る者。コウマの里は目立ちたがり屋の人が多いの。このスバ。できたわ。あなたたちの服よ。すごい。私たちが今着ているものとそっくりね。驚きました。こんなにも早く完成させるなんて本当に手慣れているんですね。いやいや、そんなに褒めないでよ。でも我ながらいい出来ね。そうだわ、せっかくだから私が着てみてもいいかしら。こんな衣装着る機会もないし。ほら、めぐみんも一緒に。え、私もですか。ゼロからお着替え。じゃーん、どうどう、似合うかしら。とてもお似合いです、アクア様。ねえレム、アクアも素敵だけど、ほら見て、レムの服を着たメグミンもすっごくかわいい。ありがとうございます。しかし胸のあたりがスースーする気も。レムの胸の大きさに合わせて仕立てたからメグミンには大きいのかしら。詰め物でもする？しませんよ、しませんとも。ですが体型に合わせなければ動きづらいかと。めぐみん様、レムが大きさを調整いたします。大きさ？今大きさと言いましたか？勝手に大きさを気にしていると思うのはやめてください。こんなにのんびりした時間久しぶりかも。アクシズキョウ競技にこういうのがあるわ。何時何かのことで悩むなら今を楽しく生きなさい。いつも大変なことばかりじゃ疲れちゃうわ。
せめて元の世界に戻るまで少しは楽しめばいいんじゃない？ありがとう。この巣場ようこそ冒険者ギルドへ。あたしはあたしらしく頑張るからさ。うまいもん探しに行くか。ガマの休暇にはちょっとだけ息抜きをしてもいいんじゃないかな。回復も支援もアークプリストであるこの私に任せてちょうだい。お兄様のお話を聞いていると私も冒険に行きたくなってきました。まさかこんな格好することになるなんて、なんだか恥ずかしいな。高魔族英雄伝鋭意執筆中だよ。テリス教徒からもらったパンは最高ね。これとっても美味しいんです。はい、どうぞ。エイミーは褒めてくれるかな。格好することになるなんて、なんだか恥ずかしいな。